おはようございます。4月29日月曜日、昭和の日の東京インフォメーションです。今日から5日間ゴールデンウィーク特別企画として、自転車シェアリングを利用し、祝日だからこそ快適に走れる都内のおすすめコースを紹介します。今日はこちらの新宿中央公園にあるサイクルポートからスタートします。自転車を選ぶ前には、まず電動アシストの充電が残っている自転車か確認しておきましょう。自転車シェアリングはウェブサイトで利用登録を行い、取得したパスコードを入力するか、事前に登録しておいたスイカやパスモなどを鍵としてかざすことで利用できます。行ってきます。東京自転車探訪、今日は都会で自然を感じながら行くサイクリングコースを紹介します。出発してすぐ新宿駅を通過。すごい、こいつも歩いてるところを自転車でこうやって走るってすっごく楽しいです。新宿駅を越えて5分ほど走ると新宿御苑に到着しました。新宿御苑に着きました。うわ、すごく自然豊かですね。都会の中にある新宿御苑は、日本における近代西洋庭園の名園と言われ、特色あふれる様式の庭園が楽しめます。今日29日は入園が無料、5月5日の子どもの日には子どもの入園が無料です。新宿御苑を出ておよそ10分ほど走ると、うわー、見えてきた新国立競技場。へえ、綺麗、中に入ってみたい。完成が楽しみですね。さらに自転車を走らせ、原宿駅を越えて到着したのは代々木公園。公園内は自転車に乗ったまま自然散策ができるんです。気持ちいいですよね。こうやってこう自然を感じながらサイクリングできるって。今月12日にはバラフェスタが開催されます。合わせて50種類以上、およそ700株のバラが色鮮やかに咲き誇ります。スタートしてからおよそ1時間、渋谷区役所で返却します。返却も簡単、施錠をしてエンターボタンを押すだけ。休日サイクリングに出かけてみてはいかがですか？日常生活では気がつかない東京の魅力が見つかるかもしれません。自転車シェアリングは3月末時点でサイクルポート650カ所、自転車7400台と拡大、ますます便利になっています。明日は品川区大田区で生き物に出会うおすすめコースを紹介します。ではおしまいに、東京水辺ライン5月のイベントクルーズのお知らせです。来月は21日火曜日に古今亭菊章がご案内、水上バスで行く築地、江戸前寿司と本格落語が開催されます。墨田区役所前発着場を出発し、新内古今亭菊章さんのトークを聞きながら隅田川をミニクルーズします。明石町聖路加ガーデン前発着場で船を降り、築地本願寺のブディーストホールで菊章さんなどの落語を鑑賞します。お昼は築地で江戸前寿司をいただき現地解散となります。参加費は大人7800円、小学生は5000円です。往復はがきまたはホームページの申し込みフォームから来月8日水曜日必着でお申し込みください。定員は100人です。東京インフォメーションのホームページにはこのイベントクルーズの詳しい情報へのリンクがありますので、どうぞご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。